種も新百人種っていうのが出とって、はい、あった存在しとったっちゃけど、ふーんと思ってそのまましとったっちゃけどね、あの私が地肌の手入れに行きよう、その、はい、あれいきなりのあれよ、あの除花壇がまだ生まれたばっかりで、まだ原材料がこうで、どうぞ皆さんあれお一つどうぞっていうことで、あの配り菓子で配った、初めて配った時に、はい、あのその食べもせんでよ、まだいっぺんも味見もせんのって、あこれはちょっとあのお正月に使いたいから、あの20個お願いしますとかで、いきなりその原材料見ただけで頼みしちゃったって、ももさんってね、はいはいはい、梅の桃屋さん、はいはい、その人がちょうど今回ほらまたカセカルタとか作るとかなんかってなんかなった時にさ、あのパッと出してきんちゃったわけで、あの100人種別にこうあるっちゃけど、これがその冊子っちゃけどね、はい、でこれにさ、あのなんて言ったらいいとかいいのかね、ほらこれ今まで歴代の人やけんさね、ほらこうあるよいっぱいね、柿本の拾ったマラとかなんとかとか、旅人ももちろん出てくるしね、でもねほら、あの遣唐使の母とかね、であとほらずっとあるっちゃけどね、泉式部ね、で藤原の定家のまま選道元も選んどったりね、後醍醐天皇選んどっちゃったり、ほらだから正岡子規とか樋口一葉とかも出てくるわけよ、ちょっとほら野村冒頭にとかも出てきちゃった、ちょっと感じでこう知っとった方がいい、ほら上杉鷹山とか、もうなんていうかな、知っとかない、ほら良寛さんとかさ、ほら二宮尊徳とか、すごかろこれ、ほらもちろん大隈、あの大隈なんとかだけどね、あのね、あそうそう、ほらだけど石川啄木からさね、ほら一回聞いたことがある人ばっかりじゃない、ほら、白秋とか、はい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 、っていうやつなわけよこれ、ね、だけ要するに今現代の自分たちが、はい、過去の人たちでぜひこうほら子供にも伝えたいみたいなのに選んどんしゃ、はいはい、でこの小柳さんちがどんな人かっていうとね、この小柳さんっていうのは、小柳左門さんは昭和23年佐賀の生まれで、中間高校出て九大の医学部卒業で、はい、ね、で九大の、なんかや循環器系の助教授で、国のなんとかかんとか病院を経て、ね、昭和25年より、社会医療法人、原土井病院の先生と、うん、ということでさ、っていうのでほら人の教育の会とかなんかというのでほらいろいろ先生になって、今もうね、その直接の先生じゃなくて、うん、人に何かを伝えていきたいという役職になっとんしゃけんこそ、うん、こういうものを出しとんしゃる、これちょっとこれはこれですごいのでさ、うん、なんかあのなんて言ったらいいとかいな、こうほらこう大和たけるの御事とかそんなとこから出てくるわけよ、ずっと。本当にその桃の牛さんがお持ちだったものですか。あ、そうそう、だけど、それもあれよ、そのこのあれも持ってきたで、んでそれちょっと借りてきて、あ、私も買わないかんと思って、でこれがやっぱ3000円ぐらいするわけよ。てかこの小冊子がつくと3000円つくっちゃうけど、その、うん、うんうん、小冊子軽さに、はいはい、そうなんよ。でそれでね、私これめっちゃくちゃ吸い取ったったよ、このぬかたの狼のこの、うん、にぎたつに船乗り船頭つきまてば潮もかないず今こぎいでなって、これどういう意味かって言ったらね、にぎたつってあの道後温泉のところ、はい、日本の最古の温泉って言われるじゃん、はいはい、でそこからこの名の大津博多ね、はい、うん、昔はまだ博多っていう名前がなかった頃だけど、はい、名の大津にこう行く時に、なんでかって言ったら白月の家の戦いで今から朝鮮とあの国々とちょっと戦わないかん、はい、日本がまあ敗北する戦争ではあるっちゃけど、それに行く時にあのあれって斉明天皇って言って、その持統天皇のおばあさんにあたる人、それから、うん、天智天皇の お母さんにあたる人、はい、この人がね、あのぬかたいをあのみんなに景気づけじゃないけどね、今からこう旅立つのにね、みんなが元気になるような歌を歌っておくれって言われた時に歌にしちゃった歌なんよこれ、女性なんやけどね、うん、だけどはあこんなあのなんていうの、あのなんかね、人を励ますようなあの、はい、いい歌歌いしゃねって思ったっちゃけど、でほらこれちゃんとほらね、この逃げたずから船を乗ろうとするつけまっていると、潮の流れもちょうどいい具合になってきたからさ、今から船を漕ぎ出そうではないかって、こうほらみんなで行こうね、これでほら今の愛媛県道の頃のほらの近くで向かう、うん、ね、ほらこんな感じで、うん、そうでほら万葉集家に収録されていますみたいな、ここ選んであってさ、こう選んであるものがそのそうで、ぬかたの狼は万葉集前期の代表的な、女性歌人です。斉明天皇に仕える女官でしたが、大天皇子後の天武天皇のお妃となり、後に天智天皇の寵愛を受けました。でだけど要はするにね、この人要するに弟の
要するにこうあの奥さんやったのにね、天智天皇が取り上げるわけよ、うんうん、これ結構昔はあることなわけよ、うんうんうん、まあ、女性ってそうやってね翻弄されるっちゃけどさ、うん、でこの人のお姉さんはあの鎌足の奥さんだよ、うん、っていうぐらいもうちょっと身内みたいな感じだけどね、そうそう、うちうちみたいな感じ、まあ、まあ、で必ず歌を歌うじゃない、はい、ね、でこの人の有名なのはあのその後元だって元旦那やん、この大天の王子で、ね、そう、はい、そしたら結局その、はい、その時鹿狩りがあるわけ、はい、男性は、はい、ね、あのほらだって鹿の角とか はいはいはい、あれやね、効能があるし、まあお肉も食べよったっちゃろうと、ね、はい、鹿狩りがある、はい、で女性の方は薬草をこう積みようわけやもんね、っていう、でその時にほらと その辺にこう日々おるわけやけ、うん、その日ね、だから夜宴があったって、ね、はい、そしたらその今日はそのなんか鹿狩りと例でね、なんかこう恋を歌う恋を謳歌するのに、の時間にいい時間を過ごしたというものも聞いたが、ね、それをあの歌に読んでくれっていうことを天智とあの弟お兄さんが言うわけよ。で、なんていうかな、自分たちの恋が、あの、よし、まあ、そのあれ全然その悪いことしましたね、だって元旦那でしかも取り上げられたわけやけどね、だけどまあいかんやない、ね、けどそれでもなくて、そうじゃなくて自分たちの子供がちょっとそういうふうなちょっと問題があって、ね、問題があってっても政略結婚やけど、ほら好きな人と結婚できんわけよ、これぐらいの時って、でそれで青ざめと娘を見てね、あ、これはちょっととっさにね、あの、なんか要するに自分たちの話に気を紛ら、要するにみんなでおおらかに歌い上げんしゃと、はい、その大天の王子の方が、それ、あ、じゃあ糠田の大きいのが歌うわけ、はい、あなたそんなにね、あの私おいつから手をこう振るとね、あのトネリに見つかってしまいますよみたいな、そのあからさまにね、あからさまに私においとか言って声かけちゃあのダメよって他の人から見られてしまいますよみたいな歌を歌いちゃうわけ、うん、そしたらあの君に嫌なあのところがあるとすれば今は君が人妻だってことだっていうことを歌いちゃうわけ、うん、っていうやり取りをしんちゃうわけ、そのいきなりその大岡でね、でそれで自分たちの子供たちのちょっとその密会を、まあ、あのごまかしたみたいなシーンがあるわけ、うん、有名な、うん、でそれはあのそのもう糠田の大きな起点 あの賢い女性やけんね、あ、これはその、うん、賢い王子たちが取り合うのは仕方がないぐらい そのあのただの美女じゃなくてもうその賢い女性で、まあ、選ばれる人なんやけど、ね、だけどこの歌が私は一番好きなんよ、うん、うん、そう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 、でその斉明天皇のねほら女官やったけどさね、だけどまあ要するに斉明天皇もそのなんかよくできる娘やけんね、その自分たちのどっちかの、あの、なんかこの大天の王子の方に、うん、あの、あれとか言ったら嬉しいことやったけど、まあ、取り上げちゃうわけよ、この天智天皇がね、うん、あ、これ、ね、あ、もう手元にないかな、結構面白い漫画よ、あ、ちょ